ガーデンクレススプラウトとは、主に穀類、豆類、野菜の種子を人為的に発芽させた新芽で、発芽した芽と茎を食用とする。発芽野菜、または新芽野菜とも言う。スプラウトには生育の仕方によって、もやしなどのもやし系とか言われ、大根などの貝割れ系がある。英単語のスプラウトに由来するが、英語での意味としては日本語のスプラウトの他に、 そもそも、目前パンや、目キャベツを意味することもある。スプラウトは、古くから食用に栽培されていて、古くは5000年前の古代中国で、豆科のスプラウトであるもやしが栽培されていたと言われている。その他、18世紀後半に、南太平洋などエンデバーで公開したキャプテン・クックは、戦場で大麦のスプラウトを作り、 船乗りたちの栄養補助源としたと言われている。また、19世紀英国ビクトリア朝時代に、メアリー・ジューリーという料理研究家によって、マスタードやクレスのスプラウトを使った料理本が残され、スプラウトブームが発生していたり、日本の平安貴族たちの食前に、貝割れ大根が登っていたとも伝えられ、古くから世界各地で食べられていた。日本では、 1999年に村上農園がブロッコリー、マスタード、クレス、レッドキャベツの新芽をスプラウトとして日本で初めて発売を開始し様々な種類の発芽野菜が一般の家庭で食べられるようになった。生育方法によってもやし系と貝割れ系に大別される。なお、暗室で発芽後、緑化させた中間型もある。また、 発芽後すぐに種ごと食べるものもある。発芽に伴う、代謝の中で、種子の時には存在しなかった成分も、新たに合成され、ビタミン、ミネラル、フィトケミカルなどが含まれる。ローフードや酵素栄養学では、酵素を多く含む食材であるとして重視される。1994年アメリカのジョンズ・ホプキンス、医科大学のポール・タラレイ教授らによって、 発が3日目のブロッコリーの新芽に含まれるスルフォラファンが強いがん予防効果を持つことが明らかにされた。この研究発表を受けてブロッコリースプラウトがアメリカでブームになった。またアメリカではアルファルファスプラウトは野菜の王様と呼ばれビタミン E カロチンは緑豆もやしの20倍ビタミン K は緑豆もやしの16倍の栄養がある。 ありがとうございます。